予想通りの可愛い花嫁さんでしたけど、でここでスタジオからお知らせです。もう桃屋から奥様とおしゃべり60秒のコーナーなんですけれど、今日は横浜の南原さんにおいでいただきました。フロアに行ってよろしくお願いいたします。今日はね、桃屋のこのご飯ですよのお話伺うんですけど、はい、おかずも入れるんですけれどもね、白いご飯の上に何か乗ってないとうちの子はね、なんか物足りないらしいので、いつもこれをね、ご飯の上にベタッと、ご飯の上にベタッと、ご飯の上にベタッとこうたくさん乗せるんですね。たくさん乗せてもステップバイステップ